おはようございます。まずは千葉百音選手なんですけど、一言で言うと、歓声を忘れる演技でしたね。思わずね、もう彼女は、の演技に、もはや拍手の域を超えたというか、そういう演技でした。思わずお客さんも拍手するのを忘れるくらい、それくらい高級品を見てるような、そういう演技ですね。ジャンプが決まった、おーとかね、演技、素晴らしい演技、おーとかって言うんじゃなくて、もう静かに丁寧に高級品、宝石を見てるような、そういう演技ですね。笑顔満開とかっていう演技ではなくて、本当に何て言うんでしょうかね、もう静かに、落ち着いて演技してましたね。で、今回、ショートプログラムはそのトップに立ちました。得点は、70.16ポイントです。技術点が39.24、プログラムコンポーネンツが30.92という、ポイントに、なりました。で、千葉百音選手は、僕は今季初めて、今季の演技は初めてでしたね。いやー、もう本当にもう素晴らしかったですね。ジャンプもトリプルルッツ、トリプルトーループ、3回転3回転、それからトリプルループ、ダブルアクセル、どれも良かったですね。で、音楽は、シンドラーのリストを使ってましたけど、もう始まった瞬間から音楽にすごくやっぱり合ってますね。その世界観をすべてドラマチックなちょっと切ないメロディーに乗せて、すごく音楽の解釈が良かったかなと思います。で、そこからしっとり乗ってダブルアクセルも音楽合ってて、ステップのところ良かったし、スピンも素晴らしかったし、最後スピン、レイバックスピンか何かで終わった時も、しっとり終わる。お客さんもやっぱり静かな感じでね、見ているようなそういう感じですね。だから思わず拍手を忘れてしまうような、そういった演技だったかなと思います。そんな感じです。で、あとは、ジャンプのやっぱ姿勢がね、すごく美しいですね。千葉選手は僕は昨シーズンから知った選手なんですが、とにかくジャンプの飛ぶ姿勢が美しいと思います。もう本当姿勢が本当に美しいですね。なんて言うんでしょうかね。本当に背筋がしっかりしてるというか、本当にもう、ジャンプの構えが、本当にもう、さっとジャンプ飛ぶぞっていう構えではないんですよね。もう本当に、なんて言うんでしょうかね。姿勢が本当に綺麗だと思いますよ。ルッツの時の、入る助走の時も、本当に背筋が綺麗で、素晴らしいなと思います。ループの時も本当、ループとかになると、やっぱ自分でタイミングを取っていかないといけないジャンプなんで、飛ぶときにジャンプこれから飛ぶぞみたいな、反動をつけたりするんですけど、そういった動きっていうのは一切なく、もう綺麗な姿勢のまま、ふって閉じて、綺麗な姿勢のまま、すっとこういう感じ。普通は、助走をしていて、ってね、踏ん張るのがあるんですよね。踏ん張る動作があるんですよ。でも千葉選手の動きっていうのは、踏ん張る動作ってあんまなくて、もう一定な感じ、もうこう、ドゥー、こう、こう、ほんとこう、こう、助走、飛ぶ、ランディング、もう全部一定、うーっていう、こういう感じ。だから本当に、なんていうのかな、もう飛ぶ前、飛んでる時、飛んだ後、すべて一定ですね。うーっていう。そのね、一連の流れがね、もう千葉選手にしかできないですね。そういう感じが、今回あったと思います。コンビネーション、トリプルルッツ、トリプルトーも、そんな感じだったかと思うので、いやー、素晴らしかったですね。キス&クライでも、やっぱ得点が70点超えて、嬉しかったのか分かりませんけど、すごい喜んでましたね。多分70点っていうのが彼女の一つの目標だったかなと思うので、それを超えられてよかったなと思います。あと最後のスピンも、レイバックスピンだったんですが、ちょっとパールスピンみたいなやつを持ってきて、そこからヘアカッターを持ってきて、ビールマンスピンやってましたね。
こういう一連の流れは最近の中ではすごく珍しいです。ちょっとパールっぽい墨にやってから、ヘアカッターはやんないで、ビーデマン持っていく選手が多い。そこから難しい出方で終わるっていう感じで、レベル4を取っていくんですけど、彼女はパールスピンっぽいやつやって、ヘアカッターやって、ビーデマンっていう、この一連の流れをやっていたかなっていうふうに感じるので、そういったところもですね、また他の選手とは違ったオリジナリティのある。部分も見せてきたかなというふうに感じました。はい。もうね、最初に言いましたけど、言葉失う。もう感性はいらないっていうね、そういう演技ですね。いやー、なんとも言えない、礼儀正しさというか姿勢というかね、そういったものを感じますね。で、冒頭で解説の方がなんかちらっと言ってましたけど、なんか仙台出身で羽生結弦君がどうのこうのって言ってましたね。僕ちゃんと聞こえましたよ。そういったところも、結構強調して解説の方は言っていたかなという感じが、します。はい。次、2位になった島田麻央選手についてまた話していきたいと思います。さっきもね、速報の方でお話ししたんですけど、もう一回お話ししていこうと思います。はい。島田選手はですね、本当第一グループだったんですよね。本当、島田選手第一グループで、千葉百音選手最終グループでっていう感じで、日本選手が最初最後っていうね、感じで結構面白い滑走順だったんですが、そうですね、島田選手は、その前とかに、ノルウェーのミア・カリンとか、比較的強い選手ですね、いたんですけど、ポーランドのね、ノエル選手も49点出してますけど、ただ、やっぱり島田選手としてはもうちょっと後半に滑っていたかったかなっていう感じがあります。今一つね、このグランプリ、ジュニアグランプリの、滑走順がちょっといまいち読めてこないですね。もうちょっと後半に滑ってもいいんじゃないかとか、多分今年はどういう選考なのかって、結構ね、いわゆるそのあんま点数出ない選手も、後半の方を滑っていたりしたので、結構そのショートプログラムは、結構どの選手も関係なしにこうね、配置してるのかなっていう感じがちょっとするんですけどね、ちょっといまいち配置がわかんないんで、ちょっと知ってる方いたらコメントしていただけると嬉しいんですけど、そんな感じで島田選手は本当最初の方の滑走であっという間に終わっちゃったっていう人もいるんですけど、今回ライオンキングでしたね。昨シあの一つ前の、大会と同じですけどね、昨シーズンもこのライオンキングを持ってきてるんですよ。だから2シーズン続けてこの曲を持ってきてるんですけど、さっきもお話しした通りですね。はい。で、彼女は、今回、得点の方を先に言っちゃうと、やっぱ68.81ですね。はい。68.81でした。で、70点を超えることができなかったんですよね。で、彼女は、前回のグランプリシリーズ、ジュリアングランプリの時の点数が、70点を超えてましたんで、だから彼女としては70点を超えて、パーソナルベストをやっぱり更新するために、70点を超えていきたかったというところはあると思うんですよ。で、点数の比較をすると、千葉選手が、やっぱ70.16。で、プログラムコンポーネンツが、島田選手が若干低いんですよね。島田さんが30.35で千葉さん30.92ですね。で、テクニカルエレメンツも千葉選手が39.24で、島田選手は38.46なので、いずれも若干低いですね。島田選手の方が。ただ、ということで、70点取れなかったっていうのがあります。で、ジャンプの内容を見てみると、さっきも話した通り、そのトリプルルッツ、トリプルトーループ、非常に、あ、そう、トリプルループ非常に良かったのと、ダブルアクセルでも良かったんですけど、プロトコル表、後で、明日以降見ていこうかなと思うんですけど、ちょっとなんて言うんでしょうかね、やっぱルッツトーループの33のところが、もしかするとちょっと詰まってしまったかなと、トリプルルッツはいつもの軸にはなってなかったかなと、もちろんね、全選手と比べたらすごくやっぱいいとは思うんですけど、ただ島田選手の歴史からちょっと振り返ってみると、ちょっとやっぱり島田選手の、中ではベストのジャンプじゃなかったと思う。もうちょっと綺麗に流れたりできるのかなっていうところがあるんで、そういったちっちゃいところでもしかしたら点数を取りこぼしてしまって、いたのかなという感じがしますよね。
それ以外はスピンとかもステップとかも本当に素晴らしかった。多分トリプルルッツ、トリプルトーループでちょっと減点があったんじゃないかなというふうに思いますので、他のところはちょっとどういう評価になっていたかわかりませんけど、多分ルッツトーループがちょっと悔しかったかなというふうに思いますね。はい。で、これもさっき話したことになるんですけど、やっぱ最初の方の感想ですと、おそらく、ポーランドとベルギー、僕の起きた時間っていうのは9時ぐらいでしたから、もうその頃にもうすでにね、視聴者の方からコメント入って、島田選手が68点出したよっていただいてますので、9時ぐらいっていうと、ポーランドとベルギーって1時間とか、そんなに時差はないと思うんですよ。だからそうですよね。例えば9時とか10時とか、それくらいの早い時間帯に、多分島田選手はショートプログラムやっていたということになりますので、これはトップ選手は、本当は、普通だったらありえないですね。あんまりその少ないかなと思います。だから、そういった意味では、言い訳をするわけではないんですけど、ちょっと滑走順的にも早すぎたかなというのは感じられますね。やっぱ滑走順が早すぎると、やっぱどうしても、やっぱりこう、前半よりも後半の方が体が動きやすいっていうのはやっぱりあるんですよ。これもちろん選手によって変わってくるかなと思うんですけど、やっぱりこう後半の方が良かったり、夜の方が動きやすかったりするっていうこともやっぱりどうしてもあるので、だからそういった意味でちょっと滑走順早すぎたかなと。もちろんね、みんな平等の中でやってるんで、言い訳になっちゃいますけど、そういったところがあったかなっていうのがありますね。ただやっぱり今回ね、前回のアルメリアの大会がね、今回他のとことその、紛争状態になるっていうことで、それがそれが開催されず、今回そのポーランドの大会に全部こう割り振られたんですよね。これがね、やっぱりあった影響で選手がたくさんいるわけですよ。だからそういった感じで、多分前半の方もこういった、選手たちが午前中も滑らなければいけないっていう状況になったのかもしれませんね。本当だったら11時とか12時頃からスタートして、ね、やってればもっと良かったかなっていう感じはするんですけど、そんな感じもあったので、ちょっと割り振り方とかもちょっときついなっていう感じがしますね。これやることによって、そのグランプリファイナルへのその、なんだろう、こう、なんて言うんでしょうかね、有利不利っていうのは出てきちゃう気もするんで、ちょっとこれはね、かわいそうな感じはするんですけど、今回こんな感じですよね。日本選手はもういずれも1位、ワンツーなんで影響はありませんけど、他の選手からしてみたらちょっと不利になる選手もいるかなっていうね、感じしますよね。韓国とかは多分そうかなと。韓国、アメリカもそうですね。思いますので、そんな感じはちょっと受けましたよということですね。いや、でもそれにしても、ライオンキング、素晴らしかったですね。ただ彼女、やっぱり終わった後、笑顔、表情がそんなにはね、良くなかった。もうちょっと、やっぱちょっと、自分の中では、やっぱやりきれなかったかなっていう表情もあったんで、いや、すごい演技やったんですよ。すごい演技やったんだけど、やっぱ彼女の中ではもっとできたわっていうのがあったと思うんですよね。なので、そういったところでちょっと、点数出た後も、浜田先生もちょっと点数をこういうふうに確認してましたね。だからそんな感じで、ちょっとなんかあれ思ったより出ないなっていうのがあったんでしょうね。そんな感じで、でしたけどね。そんな感じでございます。で、フリースケーティングはね、皆さん知ってる通り、4回転ジャンプを挑戦してくるし、トリプルアクセルも持ってますので、4回転サルコーもやってくるんじゃないかっていう話入ってますけど、これはあれかな。何かの間違いかなんかでしょうかね。わかりませんかね。あと、千葉真司選手も4回転ジャンプを持ってるっぽいんで、いやー、日本人対決どっちが勝つのか楽しみですね。千葉選手は昨シーズン、エーネカップがなんかでちょっとかなり崩れてるんで、そこはちょっと悔し、あの、ちょっと心配ですよね、やっぱね。なので、点差はほぼありませんからね。だから合ってないような点差ですから、だからもうどっちが勝つのか、どっちがミスしないか。の戦いになってくると思いますので、気は抜けない、油断できないっていう感じですね。それにしてもね、もう本当日本人強い、もうすごく強いと思います。もう強すぎて、今年の全日本選手権はやばいことになりますね。どうなっちゃうんだろう、皆さん。もうやばいことになりますよ、全日本選手権。覚悟は必要ですからね。そんな感じです。本当ね、もうジュリアからね、本当もうどんどん強い選手出てきて、
しかもシニアで、シニアの年齢あたりですよね、ジュニアからシニア転換期で、シニアの選手も強いし、いやもうね、本当、全日本選手権の頃になったらね、多分ね、なんて言うんでしょうかね、もうちょっともう本当にこう油断をしてたら、あっという間にこう勢力図変わりますね、勢力図変わるっていうか、うん、ちょっと油断できないんじゃないかっていうね、はい、まあ、油断はそもそもしてないと思いますけど、そんな感じです、うん、ちょっとの気の緩みがもう10位ぐらい順位が下がっちゃうというね、そういう感じになるし、うん、そういう感じかなと思います、はい、日本人2人についてはこれでお話以上です。でこの後気になった選手のお話をちょっとしていこうかなと思うんですけど、そうですね、ちょっと順番はまあちょっと適当になっていくんですけど、あのスイスのケミー・レポンズ選手、レポンとか選手ですね、最後の滑走、あ、最後じゃないか、最後は他のスイスの人が見たんですけど、このケミー・レポンドっていう選手、やっぱり素敵ですね。うん、あのやっぱ彼女はやっぱあの僕は2回目なんですけど見たのはね、あの1つ前のグランプリジュニアの時には、まあ、やはり、まあ、素敵な演技をしてですね、あこれはもう君前、あのすいません、カロリーナ・コースタの2世かと思うくらい本当にこうに似てるような振り付けもやっぱ結構多いですよね、うん、でまあ、手足の長さはスラーッとしてて、うん、まあ、ツイズルなんかも細くて、キューって本当にもう本当細いですね、うん、だからそういうなんかこう手の使い方、身のこなしというか、そういったところ、また表情の使い方とか、体の使い方とか、スピンなんかもね、似てるなって、君、カロリーナ・コースタなんか似てるって言ってましたね。で、これ本人もすごい嬉しいことであって、まあ、なぜかというと、まあ、解説の方が、やっぱ以前、前回のジュニアグランプリの時も、このキミー・レポンド選手に対して、まあ、彼女とカロリーナ・コースタ、憧れてるみたいな話をしてましたんで、まあ、結構だから好きでやってるっぽいですよね。うん、なので、やっぱり、エレガントですね。まあ、僕もカロリーナ・コースタが大好きな選手の一人なんで、もうちょっとカロリーナ・コースタっぽい選手が出てきたなっていう感じがしています。はい。で、今回は、まあ、ジャンプの内容でいうと、まあ、トリプルルーツ、トリプルトーループを一応降りています。あとトリプルループも降りていますし、ダブルアクセルも一応見た目は全て綺麗にジャンプ決まりました。スピンとかステップとかも非常に良かったかなって思うんですけど、ただ点数がですね、技術点が 33.40、PCS が25点ぐらいだったので、点数は 59.39 なんですよ。60点取られてないですね。うん、まあ、僕はまあ60点は届くかな、62、3点くらいかなと思ったんですが、まあ、ちょっと点数が伸びなかったですね。うん、で、まあ、多分原因として考えられるのが、まあ、一つ前の試合の時もありましたけど、まあ、ジャンプの回転不足であったりとか、まあ、ちょっとこうエラーとかであったりとか、まあ、そういったマークがついている可能性があるんですね。なので、まあ、そういったところで、まあ、少しずつ、まあ、減点をされてしまったのかなというところがあるので、まあ、ちょっと点数が伸びきれない。切れていないかなっていう感じを、受けます。はい。で、スイスの選手って結構うまくいったのになんか点数出ないなっていう選手結構最近多いですよね。うん。なのでちょっとこう何かにはめられてるっていうか、ちょっとこうそういった傾向がスイスはあるのかなという感じがしますので、うん。はい。今後もちょっと応援していきたいと思うんですけどもね。はい。うん、でもキミン・レポンズ選手は本当は花があって素敵な選手ですね、うん、今後も楽しみにしていきたいと思います。はい、そんな感じです。あと気になった選手はなんとですね、フィリピンの選手、うん、良かったんですよね。僕結構ね、最近このソフィアフランクっていうフィリピンの選手なんですが、良かったですよ、本当に。うん。トリプルルーツ、ダブルトーとかも決まっていて、うん。いわゆるフィギュアスケートは、まあ、昔フィリピンの男の子で、マイケル・クリスティン・マルティネスっていう選手がいたんですよ。で、彼はね、僕話したことありますね。うん。東京高田馬場シティズンのリンクに来まして、話したことあるんですけど、まあ、クリムキン・イーグルとかやってて、すごかったですね。で、本当にいい子で、本当優しい子でしたね。もう本当に気を使えてて、気を使ってる子で、なんかちょっと僕が、ちょっと邪魔しちゃったかなっていうのに、なんかこうすぐに謝ったりとか、いや、そんな、なんか、いや違う、僕が悪いんだよっていう思うところもなんか、そういった結構あって、なんかすごい控えめで優しくてですね、まあちょっと、そういった選手いたんです。マイケル・クリスティン・マルティネスっていう選手はね。うん。で、そのフィリピンの、すいません、フィリピンの、同じフィリピンで、このサフィア・フランクっていう選手がいて、女子の選手ですけど、
この選手が得点の上で 49.99 を持ってきてるんですよ。まあ、あともう少しで50点ですよね。で、これは結構驚くべきことかなと思っていて、まあ、あんまりフィリピンっていうとそんなフィギュアスケートは盛んじゃなかったかなっていう中で、まあ、50点近い点数出してるんですよね。だから僕はちょっと、すごいかなって、素晴らしいなってやっぱ思います。まあ、さっきの大会のネーベルホルンハイの台湾の女の子といいね、まあ、今回は結構その他にも結構いるんですよね。だからなんかそういった意味ではそのちょっと僕は応援しちゃうというかね、そういった感じがありますね。はい、あとね、どうやらフィンランドから申請が出てきたっぽいです。名前は、リダ、カウフーン、カウフーンエンっていう選手、リダ選手っていうね選手がいるんですが、まあ、彼女はこうフィンランドの選手なんですけど、いや、ちょっと、新星現れるっていう感じが、まあ、してますね。はい。まずですね、衣装が本当に素敵でした。本当に素敵だった。どういう衣装だったかって思い出すことは説明ができないんですけど、とりあえず素敵だったっていうことは覚えてます。花丸がついてます、衣装のところに。はい、で点数が 57.53 持ってきてます。で、トリプルとトリプルと決めてますし、ジャンプは非常に良かったかなというふうに思いますね。滑り一つ一つも非常に良かったかなと思いますので、僕はすごく惹かれたと思いますね。で、音楽はビバルディの式のオリジナルバージョンを使ってました。フィンランドとしては結構嬉しい選手が出てきたんじゃないかなと思いますので、リーダー選手を、注目してほしいですね。はい、あとはですね、カナディアン選手でカラユンっていうね、選手がいましたね。でこの選手は細い選手なんですよね。で、アジア系だったと思います。はい、で、まあ、結構拍手も多くて、まあ、期待の星なのかなっていう感じがしました。トリプルルーツ、トリプルトーループやってましたね。で、トリプルループとダブルアクセルやったのはステッピングアウトをしてます。はい。ただ、なんかスター性を感じる選手なんで、まあ、カナダの選手は今、シーザスとか、まあ、ちょこちょここう出てきてますけど、まあ、そんな中で、このカラユン選手、ちょっと今後も注目していきたいなと思いますね。はい。あとはアメリカの選手でクラルセオ選手ですね。はい。まあ、彼女もアジア系の選手なんですが、アメリカの選手ですね。で、彼女は、まあ僕は今回2回目なんですけど、見たのがね、本当にスケールの大きい、スケートをね、しますね。ちょっとこう、言っちゃうと、アリサ・リュウ選手みたいな感じ の演技をします。スピンなんかも、フライングキャメルとか見てると、こうね、インサイドでも、こう回ったりするシーンがあるんですが、まあ、そこなんか本当にアリサ・リウに似てますね。ほんのスケールが本当に大きくてダイナミックなんですけど、まあ、そのダイナミックの中にちょっとなんかしっとりしてる感じも、まあ、あるスケーターかなと思いますね。で、サンプルギフトっていう曲を使ってましたね。トリプルルーツ、トリプルトーループは本当花丸級で素晴らしかったなと思うんですよね。ダブルアクセルも非常に良かったです。ただトリプルループ、これでちょっと転倒をおっしゃいましたね。もったいなかったです。非常にもったいなかった。ただですね、レイバックスピン、一番最後のレイバックスピン終わった後のレイバックからロッカー、カウンターっていうステップやったりとかして、まあ、結構エッジワークが本当に素晴らしい選手ですね。なので、このクラルセオ選手、アメリカのクラルセオ選手ですね。結構素晴らしいと思います。一つ前の大会でも光るものがあるかなと思っていたんで、ちょっとトリプルループの失敗が残念かなと思います。点数は 57.23 持ってきてますね。はい。あとはですね、気になった選手は、韓国の選手。で、この選手かな。チャイヨン・キン。チャンヨン・キムっていうのかな、キム・チャンヨンっていう選手かな。67.61 持ってきてるんですよ、この選手。だから、つまりこの選手3位だったっていうのは確か。3位ですね、多分。はい、良かったですよ、この選手。このチャンヨン・キムっていう選手。あれ、どういう演技したっけ？韓国2人いましたよね。どっちだったかな、多分こっちか。この選手良かったですね。緑色の衣装素敵でしたよ。緑色の衣装で。で、ちょっとどういう意見か、ちょっと、どっち2人いるんですよね。
ジャンパーね、トリプルルッツ、トリプルトーループ、すぐ飛ぶって書いてまして、うん、ちょっとメモしてあるところ読んでます。忘れてる部分があるんで、すぐ飛ぶって書いて、あ、そう、助走からね、トリプルルッツ、トリプルトーループを飛ぶ前の、まあ、助走があんま長くないですね。もう、パッて飛んでましたね。だから結構、自信を持って飛べる、あ、思い出しました。うん。すぐ飛び出しますね。で、トリプルループ、あとスピンも良かったかなと思います。強いですね。あと、ウォーレイからカウンターからのダブルアクセルとか結構やってて、彼女上手かったかなと思います。まあ、エッジコントロールも本当に素晴らしかったと思うんで、この選手いいっすね。うん。チャン・ヨン・キムっていうね、選手な、日本語で何て読むんだろう。うん。はい。この選手が一応、まあ多分3位で 67.61 点を持ってきてますね。はい。うん。そんな感じでございます。あと気になった選手は、アメリカのね、ロガン・チェン選手は、まあアジア系なんですけど、この選手がララランド使ってましたね。うん。ただまあトリプルフリップ、トリプルトーでミスしてしたりしてですね、まあ 53.49 に甘んじてます。まあ多分もっと出るんでしょうね、点数はね。このようにですね、アメリカは、まあ、ちょっとレビト選手が最近いますけど、まあ、今後どうなるのかというところで、まあ、ちょっと心配はしていたんですが、まあ、ちょこちょこジュニアから強い選手が出てきてるっぽいんで、まあ、結構アメリカとかもちょっと分かんないですよ、今後ね。うん。本当強く力を増していく可能性もありますので、うん。注目かなと思いますね。はい。うん。あとはそうですね、うん、ラトビアの、アナスタシア・コンガっていう選手ですね。ラトビアかな、うん、この選手ね、得点 47.45 なんですけど、一応トリプルルッツとかやってて、トリプルトーもやってたかな、うん、ただこの選手、僕が昨シーズン使ってた My Sweet & Tender Beast っていう曲のボーカルバンドを使ってましたんで、ちょっと親近感が湧きましたね。なんか、はい。そう、まあ、それだけですけどもね。うん、それだけっていうか、はい。まあ、そんな感じで、まあ、結構見てましたけど、うん、まあでもしっとりした感じの演技ではあったんですよね。マイスウィート&テンダービーストを使ったよっていう感じでしたね。はい。うん。あとは、そうですね。他に気になった選手は、まあ、さっきも動画でお話ししたんですが、まあ、今回の新人ということで、もう一回お話をすると、やはりこう、中国の、そうですね、さっき話した、キサンギアン。この選手良かったですね。本当も良かった。うん。いやまあ、さっき話した通りなんですけど、とにかくもうスピンがやっぱりうまい。パールスピン、キャンドルスピン、I 字のキャンドルスピンも持ってきてますし、まあ、スピン、そしてまあ、さっきも言いました、中国人ってあんまりこう、これまでそんな女子選手、強い選手はあんまりいなかったんですよね。李詩君、以来の強い選手かというふうに感じています。この光るものがあるので、気にしていきたいと。多分最終グループに入ったかと思いますので、このクサンギアン選手、注目していきたいと思います。さっきも話しましたが、今回トリプルとトリプルトーループでも、点数が、65点ぐらいですね、持ってきてますので、まあ、トリプルルッツとかフリップとか持ってきたら、まあ、かなり点がもっと出ますっていう。うん。なので、楽しみですね。で、まあ、そこら辺がルッツ、フリップとか得意なのかどうかも気になるんで、フリースケーティングをちょっと楽しみに見ていきたいと思います。はい。で、この選手が、まあ、新人発掘かなと思いますね。で、あとはですね、他の選手ではちょっと、僕の気に入った選手最後お話ししていこうかなっていうふうに思うんですが、メキシコの選手のところにフェルナンデスいましたね。うん。はい。フェルナンデス先生が横に座ってました。うん。あとは、そうだな、エストリアの選手って、オレーシャ選手って言いましたが、選手が、音楽終わった瞬間に、こう、バタンと尻餅ついちゃいましたね。はい。なんか、その音のタイミングと、テントのタイミングがバッチシだったんで、そこでちょっと笑っちゃったというかね、なんかすごい、こう、本人も笑ってましたけど。うん。イタリアのバレンティナ・マルケの2007年の世界選手権ショートのビゼーのカルビを思い出しますね。うん。まあ、本当そんな感じで。はい。ナイスタイミングだったっていう感じでしたね。はい。まあでもそんな感じで。あとは、オランダの選手で、エミリア、ソロフキンっていう選手いるんですよ。この選手僕知ってます。うん。話したことはないですが、この選手練習しているところを見たことあります。で、このコーチ僕知ってますね。挨拶はしますが、話したことはありませんけど、ベルギーのメキルンの、ところで練習してます。うん。
はい、ただ普段は多分違うところにいるんで、まあ、夏の間だけ、リンクが閉鎖される関係かなんかでメキルに来てますので、まあ、多分そんな感じで練習してきてるんじゃないかなっていうところですね。うん、あと気になった選手、あ、そう、フランスの選手良かったですね。フランスの、ロリーヌ・シオルっていう選手、非常に良かったですよ。うん、ジャンプをトリプルルッツ、トリプルトーループ持ってきてます。はい、で、トリプルループを持ってきてます。で、フライングキャメル、ダブルアクセル、ダブルアクセルも決まってます。だから、得点がですね、なんと60.15を持ってきてるんですよ。60点超えてるんですね。で、この点数は素晴らしい演技やったスイスのキミー・デュポンと上回ってます。はい、なんで、このフランスのロリーヌ・シオルっていう選手は、かなり華丸だったかなと思いますね、僕ね。うん、素晴らしかったと思いますので、今後結構フランスはあんまりそれこそ強い選手がいなかったんで、ちょっと注目になってくるんじゃないかなと思います。はい、それからあとですね、ハンガリーの、ポリーナ選手っていう選手がいるんです。この選手も、まあ、比較的いい演技だったかなと思います。トリプルルッツ、トリプルトーでちょっと回転が足りなかったかなと思いますが、56.58点持ってきてますね。はい、それからあとはですね、韓国の、ミンシェオ・キム、キム、ミンシェオ・シャイ・キムっていう選手いましたね。ロック調の音楽を使ってました。で、彼女はトリプルルッツ、トリプルトーを決めて、非常に大きいジャンプを飛んでますね。トリプルループも良かったり、ただスピンで、まあ、バタフライの入りがちょっと失敗して、まあ、点数がちゃんと入らなかったかなと思うんですけど、まあ、それが、まあ、あったりとかして良くなかったかなと思いますね。まあ、このスピンだけでも、まあ、3、4点ぐらいは、カウントが、まあ、ロスになっちゃうんで、まあ、点数は59.47ポイントでしたね。ただ彼女全体的にスピンがあんまり良くなかったですね。うん、なので、もしかすると、あんまりスピンが得意じゃない選手なのかもしれないですね。はい、あとですね、あ、そう、この選手注目です。インドネシアの、サビカ選手、サビカ・ザイラ選手って、この人皆さん知ってますかね。視聴者の方からコメントをいただいたんですけど、この選手なんとですね、安藤美姫さんがインドネシアに行って教えてましたよね。ネプチューンのなんかの動画だったと思うんですけど、昔ですね。多分それです。その時に安藤美姫さんが企画で、インドネシアとか発展途上国の国に、まあ、フィギュアスケートを教えに行くっていう企画があったんですよ。で、その時にどうやらこの、インドネシアのフィギュアスケートの、サビーカ・ザヒラっていう選手が多分いたらしいんですよね。で、この選手が今回登場してきました。はい、なんで僕はちょっと、ああ、そうなんだ、ちょっと顔はちょっと覚えてないんですけど、なんかそうらしいですよね。うん、で、あの時僕が、安藤さんが怒ってたのが、なんかあくびをしてる選手がいたんですよ。うん、で、あくびをした選手に、なんか、あなた、You must go home みたいなこと言ってましたよね。結構怒られてて、うん、まあ、泣いたり、多分この選手ではないと思うんですけど、まあ、多分そこのところにこのサビーカ・ザヒラっていう選手いたんでしょうね。多分わかりませんかね。覚えてないですけど。うん、多分この子かな、うまい選手って。うん、で、この時になんか男の先生がいたんですよね。うん、で、今回のこのキスアンドクライに座ってた男の先生が、多分安藤さんが行った時にいた先生と同じ講師だと思うんですよね。だからそんな感じで、なんかちょっとそういった意味で、おおっていう感じですね。なんか安藤さんとかもすごいやっぱり心を打たれてるんじゃないかなっていう感じがするんで、ちょっとそういった感想とかも知りたいですよね。うん、はい、なんか衣装は黒のズボンで、こうひらひらの服だった感じでしたね。うん、ちょっとひときわインパクトあります。ダブルアクセルがちょっと回転足りずに着氷した感じで、他のジャンプは、うん、ダブルダブルとかダブルでしたけど、非常に綺麗な滑りをしている選手だったかなという印象が、ありますね。はい、そんな感じです。あとはですね、うん、エストニアのナタリー選手52.44ポイントですね。うん、トリプルループとかトリプルフリップダブルトーループっていう感じでしたね。はい、結構ね、ほんとたくさん今日いたんですよね。あ、そう、あとはスロベニアのね、リュリア、ロベレニック選手。うん、赤の衣装で素敵でしたね。こう、なんかアルゼンチン単語っぽい衣装で、衣装だけで僕はもうすごい好きでしたね。うん、まあ、得点はね、なんと37.79でかなり低いんですけど、僕は素敵だったかなと思います。トリプルルッツが回転が足りず、ダブルトー、トリプルループ、ダブルアクセルだったんで、失敗してもガッツポーズしてましたね、彼女はね。だからなんか自分の中では結構うまくいった方なのかな。でも点数が37.79だったんで、そんなには伸びてなかったかなという感じがしましたね。
はい。まあ、そんな感じになりますね。はい。トルコのアンナ選手も良かったですね。うん。それからアルゼンチンの、選手もいましたね。はい。あとね、気になったのが、最近のスピンの難しい出方の話なんですけど、まあ、その難しい出方をすることによって、スピンのレベルを1上げることができるっていうルールが今年から採用されるようになりましたが、まあ、いわゆる、まあ、ウィンドミルだったりとか、まあ、バタフライとかを採用している選手が結構多い中ですね、ただ単に飛び跳ねたりする選手がやっぱいるんですよ。で、これはレベル判定できるのかなって気になります。特にアルゼンチンの選手だったりとか、そういった選手たちは結構そういう感じで点を取ろうとしてましたね。でもあれは難しい出方として判定されてるのかどうかちょっとよくわかんないですね。うん。はい。まあ、そういった感想がありました。で、そんなこんなでいろいろ話してきたんですけど、実は僕結構インパクト残った選手があります。誰かというとですね、なんとエジプトの選手でございます。はい。いやね、すみません。メガネかけます。特別感出したいんで。はい。本当ね、このエジプトのね、ダビスっていう選手、最高でしたね。はい。最高でしたね。うん。なんていうのかな、本当によかったと思いますよ。得点はなんとですね、22.79です。うん。もう22.79っていうと、もうトップ選手のテクニカルエレメンツでも低すぎる点数なんですよ。だからもう、かなり低い点数なんですが、実は僕、かなり印象残りましたね、この選手。うん。本当に、このオラビスだっけ、ダビスっていう選手ね。うん。本当にインパクト残りましたね。うん。なぜかっていうと、まあ、かなり彼女結構、まあ、体格も結構やっぱあるんですよ。うん。まあ、結構あるんです。だからフィギュアスケートやってる感じの選手ではちょっともうないのかっていう印象があるんですけど、ところがですね、この選手ね、非常に引きつけるものがありましたね。で、ちゃんと内容もダブルフリップ、ダブルトーであったりとか、まあ、最初のダブルアクセルはストーンって転んだりとか、まあ、ダブルループは良かったんですけど、結構そんな感じで、まあ、皆さんから見慣れている選手からするとかなりレベルは低いんですけど、まあ、そんなのは僕には関係ないですね。うん。非常にね、華がありました。なんか華あるんですね。なんでしょうかね。彼女のね、心からスケートを楽しむ気持ちかなんかっていうのは伝わってきたんですよ。うん、本当伝わったんですよ。で、なんかお客さんも終わった後に拍手わーっとしてて、結構ね、この中で今回出てきた選手の中でも、今回ポーランドで行われたんですが、ポーランドの選手並みに拍手が来てました、結構。うん。これはエジプトだからっていうわけじゃないと思います。彼女、華がありますよ、本当に。うん。なんていうのかな、笑顔もこう、チャーミングなんですね。チャーミングだし、なんか引きつける何かがあるんですよ。うん。だからね、スケートが好きなのか、なんか、こう、一生懸命やってるっていうか、なんかね、でもね、ステップシークエンスが本当素晴らしかったですね。なんか一つ一つの動きが、エッジワークも良かったと思うし、こう、引きつけるものが、だからあっという間にね、終わりました、ショートプログラムが。うん。実は僕ね、あまりにも好きだったんで、もう一回見ちゃいました。その次の選手行く前に。それくらい、うん。本当に良かったなと思いますね。なんか、スケートの、こう、本来のスケートの楽しさとか良さっていうのが伝わってくるんですよね。で、チャーミングだし、笑顔も素敵だし、キス&クライでもなんか素敵だったんで、エジプトのハーナ、オレス、オラ、ん?ダベスっていう選手、ちょっと僕の中で、新人発掘ですね。うん、点数で言うと22.79です。だから、本当に低いんですけど、もうそんな関係ないですね。僕には、それは通用しないですね。はい。まあ、そんな感じで、まあ、いい、僕の好きな選手がもう、まあ、結構いたりとしたんで、嬉しかったかなと思います。うん。別にこのフィギュアスケート発展途上国とか関係ないですね。そういうの関係なく、なんていうかな、やっぱね、フィギュアスケートの良さって、もちろん素晴らしい演技とか、高い点が出たりとか、おーとかすごいんですけど、それだけじゃないところが僕のフィギュアスケートの魅力なんですよね。やっぱり。うん。なんかなんていうのかな、こう、ただ単に点数とかだけじゃないですね。もちろん点数が高い選手だったり、難しいジャンプやったりするです。おーとか拍手とか、まあ、日本選手とか、日本頑張れっていうのがあるんですが、それだけじゃなくて、なんかフィギュアスケートって違うところにも大きな魅力ってやっぱあるんですよ。で、本来僕がフィギュアスケートを始めたっていうか、好きになったところって、そっちの要素もやっぱり強いと思うんですよね。だから、
なんていうのかな、そういった意味でいろんな楽しみ方があって、まあ、その上位の選手、下位の選手関係なくスケートって楽しむことができるんで、本当ね、いいですね。で、今回最近はロシアテイストスケートでもアイスダンスでハマったりもしたんで、なんか本当にフィギュアスケートの輪が広がってきたんで、本当に嬉しいですね。うん、楽しい。うん、本当楽しい。昔は本当上位選手だけしかそのね、放送してくれなかったりしたんで、なかなか見ることができなかったりさ、こうやって、まあ、いわゆる、まあ、下位って言われる選手たちも、まあ、こう YouTube とかで見ることができるし、ね、本当感謝ですね。うん。もう本当、スケートが改めて好きだなっていうね、感じがしたんで、ね、楽しかったですね。もうそれだけです。はい。まあ結構かなりね、人数いたんですけど、その割には結構早く終わった印象でしたね。うん。結構ね、かなり数いた割にはあっという間に終わっちゃった感じですね。うん。はい。まあ、僕は今回アーカイブだったんですけどもね。うん。あ、40分話すげえ話してね。はい。まあ、そんな感じで、うん。皆さんどうでしたかね。うん。で、まだ、あれ？男子のショートがやったのこのところで。ちょっとまだ見てませんね。男子のショート、ペアもアイスダンス見てませんけど、まあ、ちょっと見ていきますね。アイスダンスのキラモーニ組はな、メダルがグランプリファイナルの勝ってるんで、応援していきましょうね。うん。はい。というわけで、長丁場になったんですけど、まあ、こんな感じで、ポーランド、ジュニアグランプリ、女子フリース、ショートプログラムの演技の感想をお話ししました。はい。ではね、ありがとうございました。はい。うん。はい。バイバイ。